Okay, we're outside of Maharohana, which is a it's like a candy store in Taitoku, Tokyo, and it's famous for the small, cheap sweets that are very popular with children. So we're going to have an interview in here. Let's go.私は鈴木光恵と言います。ここで娘と2人で駄菓子屋をやってます。鈴木優です。はい、駄菓子っていうのは、日本に昔からある、文化っていうか、私たちが子どもの頃からお小遣いをもらって、それを握りしめて買いに行く。そういう場所。駄菓子はなぜ今も人気ですか？でも100円玉1枚でたくさんのものを買えるし、やっぱ子供たちにとってはすごく買いやすいお菓子なのかなって思います。一番好きなお菓子のは何ですか？糸引き。糸引き？それはどっちですか？フルーツ。This one? フルーツ。ああ、フルーツ。あと1回だけ。ああ、もうできなくなった。きな粉。おいしそう。キャンディー。昔のやつですか？そうです。これはどういうことですか？これも1本もらえるやつ。おお、運が良かったね。うん。おいしい、おいしい。じゃあ、駄菓子の売れ筋ランキングで、1番は、見た面です。カエルの卵みたいな形。そう、でもコーラ味のグミで美味しいです。これがミニコーラって、コーラ味のラムネが入ってます。海外の方には割とこれが人気です。セクシーいい感じで。OK。お腹すいたら食べて。OK。味はどうですか？昔からのお菓子って言ったら、これがふ菓子。それとラムネです。もう本当に昭和の初めの頃からある昔からの駄菓子の代表的なもので。similar to like.Cotton candy. It's a little bit like cotton candy. It's very, the middle is very, how do I say? Lots of the sauce. Yeah, crispy, lots of air, like very hollow. Very cheap, 11 yen. Very good. I can't stop. It's like a cinnamon taste.今日本当にありがとうございます。Thank you so much. まだ来ます。Welcome to Japan. Bye bye.